龍神族の裏団あれ裏団あれなんか5つ目ぶりの裏団っすね。ベルガラック。ベルガラックカジノ遊んでたの？え待って、ベルガラックカジノ遊んでたの君たち。たどり着いた龍神族の人、暴走してしまった龍神用とのため、龍王やそれは。待て待て待て、お前龍王龍王龍王。今の龍王ですよ、皆さん。騙されて、今龍王龍王龍王、今の。まあ確かにベルガラックの近くにあるけど。いや、裏団って龍神族のって出たんで、もうパッと思いつきました。龍神装備で行きたいなって。いや、もう綺麗なステータスしてるわ。お供はですね、今回レジェンドゲストサイトの MVP2 体でございます。キーサーゴとカブトゴゾウ。カブトゴゾウなんで MVP なのよ。龍神王ってことはさ、うわぁ、やっぱ6800結構あんな。え、6800結構あんな。え、ちょっと待って、6800結構あんな。あれあれ、随分となんかお色が。なんで白銀の。なんで白銀の恐竜なんじゃお前、永遠の恐竜じゃないんかーい。永遠の恐竜じゃねえぞこいつ、白銀の恐竜やないかよりによって。なんでまた微妙だ。もっとなんか、へえ、 DLC っすね。確かにそれこそ DLC。 なるほどね、普通の竜王は出せなかったか。ベギラゴン、あーなるほどね。大丈夫か。え待って、キスコ、あーいやキスコやべ。さあ、どんなもんか？アイスクラッシュ！は？え？竜王さんですよね。白銀の巨竜だからですか？白銀の巨竜だからですけど、キスコなんで刺さらないの？俺にとって、おい、白銀巨竜、お前間違ってるぞ。行くぜ、ブーストアタック！行くぜカバトコゾン、かっこいい！あ、結構出る。打点は出てる。カバトコゾンの方が出てる。あ、いいんじゃない？それはキスコが経験してくれ。頼むわ。は？やばい！ねえ、550出てる。ねえ、550出てるやついいんだけど。なんで550も出てんだよ。それ、なあキスコこらこらキスコこらキスコキスコ、お前マジで、マジで言ってるキスコ。ねえ。MVP どうした？奇跡も魔法あるんだよ。お待たせしました。DLC とのつまぜり合いですね。はい。ゼシカ戦ではできなかったんでね、DLC とのつまぜり合い、ここでやっていきたいと思います。ってことは、連打が長いんですよ。オルゴと一緒でね、多分。死んで。コット。コット。龍神王。名前は龍神王か。名前は龍神王か。どうしよう。どうしよう。どうしよう。奇跡も魔法もあるよ。大丈夫。奇跡を信じる。ここから勝つ手段。呪文！呪文か！物理か！いや、物理！いやー、どうなんだろう。龍神王の場合、物理あるよね。一応あるし、ベギア号もさっき見た。わかんねえ。これも賭けだよな。いや、マジで賭けだわ。お前何すんの？流滅剣を出す、流滅剣出してくれたね、でも。白銀の巨竜め、国鉄ぐらいで来いよ、国鉄の巨竜ぐらいで来いよ、お前。なんで白銀なんだよ、もっといた、かぼとくぞ、不調かい、キスコキスコキスコ、点が取った。さあ、かけるターンだ。おーい、いや、負けなん、待って待って、おーいじゃねえよ、きつい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 、キスコキスコ、お前もっと遅く行けって、早すぎた。ワンチャン止める、大丈夫、奇跡あるよ。風流拳勝ち上げアイスクラッシュ、全部行動止めれるやん、いけるぜお前ら。なるほどね、当たらないのはもうどうしようもないわ。うん、どうしようもないっす。勝ち上げ、かぶとくぞ、お前今日の MVP だ、お前いけるぞ。奇跡は信じるぞ、奇跡は起こすものだ、分かってるよ、大丈夫だ、かぶとくぞ、あ、ダメだ。キスコ、お前がいるじゃねえか。アイスカッシュある、アイスカッシュあるよ、いけるよ、あ、いけるよ、キスコ。うん、なるほどね、ないね。あれ、え、これ積んでる、あ、積んでる、あ、待って、積んでない、
え、積んでるんじゃないこれ。白熱のバトルです。そんなずるいよ。そんなずるいじゃん。それはずるじゃん。5ターン目の高校置いてやなんざずるだよ。そんなのずるだよ。5ターン目の高校置いてやなんてダメじゃん。おいマジ言ってる君たち。おいおい、それはズルだよ。ただの高校ではするか、それしちゃうか。お前ずっこいな。お前そんな白銀の巨人、そんなずっこいやつだったっけ。国鉄はズルかったよ。うん、お前でもそれはズルじゃん。さすが DLC だ。いや、しなくていいわ。結末見えてんだもん。それをもっと早くしてれば運命変わったじゃん。なんでベギラゴンなんだよ。作りが雑だぞお前。いくら刺さろうが刺さらなかが関係ないよ。俺にとってのね、ドラゴンキスコだけなんすよ。わかります？白銀のキルさん、わかります？キスコはいくら刺さらなくたって、僕にとってはキスコしかいないんですよ、ドラゴンは。いや、何回か捨ててきたけど。何回か捨ててはきてます。ちなみに。キスコドラゴンに退化してることよくあります。噛みちぎる！え、これ2回攻撃とかまさか？これにダメージ2回かまさか？うわ、めっどくせえ、ドラゴン待って !800×2 はやばくない？え？ 800×2？ マジ？ちょっと待って、君マジで言ってる。ねえ、君マジで言ってるか。それはマジで言ってるのか、君は。マジかよ。打撃対戦抜くは1600、実質打撃対戦抜くは1600。やべえ、お前、お前それはやばいな。これ歴代の中でめちゃくちゃ強いんじゃねえの。え、今までの中でさ、今までの中でさ一番強いんじゃねえこいつ。いや、呪文打ってくるし。二ターン、待って。行動を覚えよう。一ターン目でもさっきベギラゴンを席取ったから。待って、二ターン目が、二ターン目やったか。にゃー、うえ。どうする、どうする。まだだ。さっき四ターン見てつかどうか、でも。四ターン見てつかどうやったよな、でもさっき。いてつかどうじゃわかんねえよな、行動が。4号の行動を見れてない。5、4、3、2。4ターン目の行動を見れてない。いてつか、さっきいてつかどうだったもんな。そうすると、天使がありゃいいね。噛みちぎる、噛みちぎるがあった。さっきでも凍てつく波動もあったよな。凍てつく波動か何かなんだよね。まず打点取らないとダメなんてか、そもそも君たちは。流滅拳、これ当たれば打点を取れるのか。はいはい、ここ当てる。さあ打点は取ったけど、うん、キスコたち動きすぎな、凍てつく波動の負け、凍てつく波動の勝ち筋を捨ててんだよな、これじゃん。はい、来る。呪文、呪文か。マジックバリア4ターン目ドルモンやったか。そっか、そっか。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。まあ、敗戦はしてるけど一応見えてはきましたね。あ、あのすいません、あとカブトこそあのリストしてます。泣いていいじゃん。カブトこそ何もあることしてないけどね。
カブトこそ何も悪いことしてないんですよ。まあでも変えちゃった。キースドラゴンの方変えた方が絶対いいと思うんだけどね。うん、でもちょっとここはキースドラゴン続投でお願いします。もうどっちも刺さらないんだけど。え、あ、火通るんだ。火めっちゃ通るね。ベギラゴンここ飛んでくる。待って、ベギラゴン、あ、ベギ、え、あれ、さっき痛みなんだったっけ。あれ、さっき痛みなんだ、ドルモじゃなかったっけ。あれあれ、いや、噛みちぎれたっけ。あれ、一ターン目どっちだったっけ。なんか一ターン目も見えてきたな。一ターン目も三択になったな。とりあえず四ターン目にマジックバリア使えば食らわなかったっちゃ食らわなかったから、ただ四ターン目マジックバリアが一番丸いんですよ。つわぜれ勝って、今までの行動パターン見てる限り。とりあえず打点はさっきより取りやすくなった。ブレスキャの命中率が悪いだけで、当てればさっきよりだいぶ出るからね。デインも出るでしょ。ってことはキスコ、何かここまでついてきてんだ。何か役目を見せてくれ。次だな、つばせればとりあえず。いや、ドルモア、あ、そうか、2ターン目か、ドルモア。そうか、これドルモアが痛いんだよな。勇者痛いんだよね。ドルモア結構呪文使ってくんね、お前その見た目で。いやー、黒ね、ここよ、ここにとりあえず勝たないといけないね。勝たないと大変だね。大丈夫、勝ててる、勝ててはいる。4 3 2、よし、さあこっからだ。打点は取ってくれ。コドランでとりあえずデインで、どんぐらい出るか分かんないな。賢さ次第250ぐらい出してくれ。十分、大丈夫大丈夫。キスコ、とりあえず命中させて。命中だ、大丈夫よ。キスコ頼むぜ。どっちかでもいい。よーし、これはもらったわ。よかったね、よかった。キスコ、お前は外すんかい。勝った、キスコにお前は負けたんだ。信じたわ、信じてたぜキスコ。よかった、変えなくてよかった。4ターン目やっぱ不確定要素ではあったから、その4ターン目がなくなったのはマジででかいよ。マジでお前信じてよかった。やっぱキスコって最高の相棒なんだな。やっぱ大事なんだな、相棒って。やったでも俺一つだけ謝りたい。カブト小僧は何も悪くなかったんだよな。ほら見てみ、ひどいじゃん。いやいや、もう B ランクでも何でもいいよ。キスコが頑張ったその時でいいじゃん。はい、というわけで無事ドラゴンクエスト8クリアすることができました。いやー、どうなんだろう、あの感動した部分はドルマゲスが再び出てきたことと、呪いしゼシカが出てきたっていう DLC 限定モンスターの部類ですね、あちらは。ただ一つだけ言いたいのは、ちょっといまあね、ドラゴンクエストって結構どんどん作を追うごとに長くなってる作品が多いんですよ。仕方ないことなんかなと思うんですけど、ちょっと作りが雑だな。時々飛びになるんですよね。あと龍神王、お前何なんだよ、なんで白銀で行くんだよ。せめてもうちょっとなんか、まあ、このゲームの竜王のカラーが永遠の巨竜そのものなんで、
まあ、ワンチャンそれ赤目ですりゃいけたんじゃねえみたいな。無理に色変える必要もあったみたいな。なんで白銀の恐竜なの、俺あそこで詰まった覚えないぞ。国鉄の恐竜でめちゃくちゃ詰んだ覚えしかねえわ。あれだけは泣いてたわ。ボスとギーガーで殴ってたもん。はい。というわけでね、無事にエイトも。本当に難易度高いね。やっぱ難易度どんどん上がっていくシリーズだね、これって。まあ、チームがどん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 ガチになっていってるせいで、なんか、初めの頃のあれスライムタワーはみたいな。やっぱね、レジェンドクエストね、初めが花だったんじゃないかと。まあね、200話からね、最強のチーム編なんで、ね、そこをこじつけにちょっとね、許してほしいところであります。はい。さあ、ラストは、ね、もう長くやってきたレジェンドクエスト。次回でね、レジェンドクエスト初見攻略はこれで、次回でラストとなります。いやー、ラビエの負けエロいな。はい、というわけで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。